アロハ EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。今回はハワイのローカルが愛してやまない名店の12選の後半となります。ハワイに行きたいなと思ってる皆さん、ガイドブックが少ない今、どこのレストラン行こうか迷ったり、 SNS とかでちゃんとした情報を得られずに行ってみて失敗したなとかよくなりませんか？今回のコンセプトは観光メインではなく、ハワイで日常を過ごすローカルに愛される名レストランの一品を中心に厳選をしております。コーディネーターっていうお仕事で雑誌などで紹介してきた名店も入っております。前回の動画前半をまだ見てないよっていう方、ぜひそちらも見てみてください。はい、1店舗目はですね、ホノルルバーガーです。皆さんハンバーガー好きですか？こちらはマッキーの本店でして、営業時間は11時から8時で、月曜が定休ですね。創業は2010年で、これまでの名店の中で一番新しめではあるんですけど、こちら本店なんですけど、めちゃくちゃノスタルジックな雰囲気が気に入っております。他のロケーションだとワイキーのロイヤルハワイアンセンターと、あと最近買い向きにもできましたね。アメリカの一部であるハワイでもハンバーガーって結構メジャーな食べ物です。アメリカといえばハンバーガーだよねっていう印象ってあると思うんですけど、アメリカ全体で1人1週間あたり3個食べてるらしく、それってすごくないですか？もちろんハンバーガーはハワイでも大人気ですし、チェーン店もローカル店もめちゃくちゃたくさんあるんですけど、こちらはグルメなバーガーでユニークさもありつつ、質と食材にこだわった美味しいバーガーがおすすめの理由となります。もともとハワイ島のヒロに住んでいたケンさんっていう日系の方が、ハワイ島の牛肉を使った高品質でありつつ手頃な値段のハンバーガー屋っていうコンセプトで始めたのがきっかけですね。こちらはコーナーになったキアさんでして、ハワイの地元で育っておりまして、少しでもグルメで美味しいハンバーガーをできるだけリーズナブルに楽しんでほしいと日々走り回っております。ハワイ島の北西部にあるハマクワ地方の 100% 天然牧草、グラスフェッドで育ったビーフの実を使って、野菜などもハワイ島やオアフ島産の地元にこだわってる感じですね。こちらはメニューが豊富でカスタムできるのも魅力でして、バンズも5種類あったり、チーズやソース、アボカドなどのお野菜もカスタムできるので、自分の好きなバーガーに仕上げられるのが魅力かなと思います。でパテも1枚 150g でダブルトリプルができます。そんな名店の一品は、まあ当然バーガーなんですけど、ブルーハワイで$13.25ですね。で今回はさらにアボカドを乗せておりますが、ブルーチーズ、ベーコン、トマト、レタスなどが入っておりまして、チポレソースでいただきます。お肉の噛み応えと肉汁が美味しいハンバーガーで、チーズのアクセントが美味しくって赤ワインとかいけちゃう感じなんですよ。他はマッシュルーム、マッシュルームでして、ブルーハワイと同じお値段ですね。お肉とマッシュルームってめちゃくちゃ相性いいですよね。ハーブのバターでマッシュルームを炒めたものをかけるんですけど、キノコがめちゃくちゃいい味を出しております。バンズはインパクトと甘みのあるタロイモにしております。ハンバーガーってカロリー高いからちょっととか、ダイエット中の方にもおすすめしたいのがポータベッロっていう大きいキノコを使ったベジタリアンバーガーですね。お値段は12ドル以下となります。ビーガン系ってそうでもないところとかが多めの印象なんですけど、グリルされたキノコの上にバジルのペストをベースに、グリルのズッキーニ、ナス、トマトを煮込むんですけど、カロリーが低い上にキノコとグリル野菜の組み合わせがめちゃくちゃ美味しいと思ってます。今回はハパと呼ばれる$7.23でスイートポテトと普通のフライのコンビ、あとナチョス系のローデットって呼ばれる2種類をオーダーしております。これは本当に多いのでシェアして頼む感じの印象ですね。僕はデートとかで女性ってポテトすごく好きだよなって思ってるんですけど、これは思い込みですかね。男性の皆様どう思われますか？アメリカといえばのバーガーではあるんですけど、ここハワイに特化したバーガーを楽しんでみてほしいなって思います。2軒目はフォーサイゴンですね。営業
用時間は定休なしの9時9時でして、アラモアナセンターから徒歩圏内なので、ショッピングの合間とかにもいいんじゃないかなって思います。創業は1995年でして、27年も営業されてて、こちらのロケーションは9年前となります。ハワイに行ったらエスニック1回くらいは食べるよっていう人も多いと思っております。日本は食のレベルが世界一高い国の一つだと思ってるんですけど、それでもベトナム料理はハワイの方がもしかしたら上な印象ですね。ハワイってベトナム料理がたくさんあるんですけど、こちらはしょっちゅう受賞もしてるし、お気に入りの一つとなります。こちらはサービスがいいと言いますか、スタッフさんの足取りが軽やかでフレンドリーな印象でして、オーダーや水のサーブなどもサクサク取りに来ますし、ローカルのランチやディナーでもとってもとっても人気があります。それでも来ない場合はハワイではレアめの呼び出しボタンもあるので、英語苦手なんだよなっていう人にも行きやすいっていう印象ですかね。あのボタンってハワイでなんであんまり導入しないんだろう。すでに勘のいい方は気づいているであろう、名店の一品はフォーです。フォーってハワイの方が多分美味しいしロコに大人気なんですけど、中でもここは本当に美味しいと思っておりまして、牛骨や生姜、シナモン、玉ねぎ、八角などを煮込むんですけど、残りはこちらも安定の秘密系となっております。若い牛ビールって言うんですけど、それを使っているのもポイントで、癖のないいい出汁が出ますし、16時間近く煮込むスープがめちゃくちゃ美味しいと思っております。米の麺はアルデンテ感っていうか歯ごたえがあるタイプですね。今回はコンビネーションと呼ばれるミートボール、薄切りのステーキ、あとは蜂の巣などが一緒に楽しめるメニューに、さらに原始人の肉感すら感じるショートリブが加わった29ドルのロストインサイゴンっていうスペシャルを頼んだんですけど、これ絵的にもインパクトすごくないですか。でトッピングは新鮮なタイバジル、もやし、そしてコリアンダーもついてくるのがここのポイントで、野菜が増量できまして、僕は野菜が好きなので野菜増ししております。こちらはソースのバリエーションが多いので味変が楽しめるんですね。でこのサーテーと呼ばれるオリジナルのひき肉ベースの旨辛いソースを置いてまして、お肉や野菜をつけて食べる感じですね。好みの味を作れるのもポイント高いなって思いますし、めちゃくちゃおすすめです。おすすめのサイドは先ほどちらっと映ったチキンウィングでして、手羽先と魚ベースのスイートソースとお酢がよく絡んだ、味や甘酸っぱい系って言えばいいかな。野菜が多めなのもいいですよね。これもおすすめです。で次は安定の春巻きでして、フォーと同じ米粉の麺、あとエビ、ロメインレタス、ミントが入ってて、ピーナッツベースの甘じょっぱいソースでいただきます。これも本当に美味しい。生春巻きはローカルにポピュラーな印象ですね。僕は先ほどのソース使ったりして味変とかしたりします。先ほどから映ってるパンはバタールベースの揚げパンなんですけど、スープを飲んで食べると美味しいと思います。アジアンなお店って店内がそう綺麗でもないよなみたいなところが多いと思ってるんですけど、こちらは店内も綺麗な印象ですね。でただ一つだけ注意点として、ここはエアコンが結構効いてるので、特に女性は寒くなりやすいかなって思うので、カーディガンとか簡単に羽織るものがあってもいいかもなって思います。ちょっと寒くなった頃にフォーが来るので、まあ温まるみたいな感じもここの魅力だと思っております。ハワイってエアコンすごい効いてる印象ってありませんか。ちなみにハワイってエスニックが多くって美味しいところがたくさんあるんですけど、エスニック特集とか需要ありますかね。ご意見聞いてみたいです。3店舗目はカリヒにありますエセルズグリルです。皆さんカリヒって行ったことありますか。空港とダウンタウンの間くらいの結構広めのエリアなんですけど、この辺はローカルグルメが豊富で食べ歩きが楽しいところだと思っております。こちらはそんな中でもとてもおすすめでして、雑誌やテレビとかでもよく出るところですし、僕も紹介させていただいたことが多いところですね。営業は火曜から土曜8時から2時となっておりまして、朝とランチ専門となっております。
客層は8割ローカルや軍関係っていう印象ですかね。創業が1979年で43年も同じ場所で営業されてて、ボリューミーなのが特徴だと思っております。カリヒのこのエリアって倉庫や工場がたくさんありまして、働く人の街のランチってコスパ高くて美味しいところが多いと思っております。わかるって共感してくれる方どれくらいいますか？結構インパクトの強めの小物とか内装でして陽一さんっていう日本人シェフとその奥様の涼子さんがオープンさせたお店でして、相撲が好きな陽一さんの趣味で、この独特な内装のアクセントとなっております。創業当時はポークと豆腐の煮物とかスパムと卵とご飯出すようなお店だったんですけど、メニューが少しずつ変わってきておりまして、今のメニューの感じになったのは15年前くらいからですね。で、以前は20名くらいのキャパでイートインができる感じだったんですけど、コロナ禍以降は2号専門となっております。こちらは2代目の美中さんでして、変わらず愛されるお店の味とスタイルを守りつつも新たなメニューを加えたりしております。そんな名店の一品はアヒのたたきです。ここは漁港が近くにありまして、美味しいマグロを手に入れておりまして、熱湯に2秒だけくぐらせるタイプのたたきですね。で、もやしやネギなんかもついてきます。こちらのショップはガーリック醤油を自家製で作ってて、で、このソースで食べるんですけど、これがめちゃくちゃ美味しいと思っております。このソースを買って帰るっていうロコも多いんですよね。他はもちこチキンも人気ですね。てか蓋が閉まってないっていうね。はい、ハワイの唐揚げってもち粉のタイプが結構人気でして、ガーリックの香りがいいジューシーなチキンをこのおろしポン酢だったかなをかけていただきます。まあ蓋が閉まらないほどはっきり言って量がすごいんですけど、野菜が入ってるのがポイント高いと思っております。他におすすめなのが最近メニューに加わったタコライスでして、このサクサクのワンタン生地を粉々にかけて食べるんですね。美中さんに物撮り用にディスプレイしてもらったんですけど、うさぎ見たくなっております。全メニューランチにすると味噌汁とサラダがついてくるのがポイントで、さらにこちらはスモーサイズと呼ばれる倍増しができまして、ほとんどのメニューがプラス8ドルで倍にできます。元が大きいショップの2倍なんですけど、まあ、2人でシェアしてもお腹いっぱいになるレベルです。友達同士数人で何皿かシェアみたいな使い方もありなのかなって思います。コロナ禍後に To Go って増えたんですけど、ここは食べるところないのかって思ってる皆様、 EJ スタイルではテイクアウトのスタイルも提案しようと思っております。なんならテイクアウトで食べる場所も含めてハワイを楽しんでほしいと思っております。今回はカカアクォーターフロントパークで食べております。ここは打ち寄せる波沿いに遊歩道があって、ジョギングだったり釣りとか、あとデートしたりするロコたちが多い印象ですね。僕はサーフィンするんですけど、サーファーって波をずっと見てられるのでチルする感じでたまに行きます。4店舗目ですね。場所はノースショアに行く途中のワヒエワとなりまして、ワイキキからだと車で30分くらいかなと思います。ワヒエワってレンタカーとかでノース行くとき素通りする人多めの印象なんですけど、結構いいお店がたくさんあってぜひ寄ってほしい街だと思っております。こちらはシゲズサイミンと呼ばれるサイミン屋さんでして、営業時間は火曜から土曜10時から10時までやっております。サイミンって作飯だったりランチだったりで食べる以外にも、映画やスポーツ観戦の後とかに食べるロコは結構多くって、夜遅めとかでも行けるのがポイント高い印象ですね。実は昔ちょうどこの写ってるノースショアの晴れ岩の今のカフェ晴れ岩のところにショップがあったんですけど、創業は1954年で1980年まで営業しておりました。計算生の方が営業してて、サンドイッチとかサイミンとかを出すようなショップだったんですけど、一旦クローズしまして、その後10年のブランクを空けて、現在お孫さんであるオーナーのロスさんがその昔の味を復刻するとともに立ち上げたショップがこちらとなります。
70年近く前の晴れ岩の味をリバイバルって感じ、すごく良くないですか。ここはコスパが良くって美味しいし、昼時は決めして待つみたいな人気店でして、そんなローカルで混み合う名店の一品は冒頭からすでに言ってますけど、催眠となります。今回はもっとお見せできるようワンタン麺にしております。スモールで10ドル75で、この量で僕は十分だと思います。澄んだスープは牛骨系で、昆布やカツオだし人参などと煮込んでおりまして、味はまろやかで優しい味って言えばいいかな。こちらの催眠は自家製の麺で2日間寝かせてるんですけど、もちもちしてて美味しいんですよね。他のところはもっとこう黄色い中華麺みたいな感じのところに比べて少しうどんっぽさもある印象ですかね。でこちら1940年代の日本からの製麺機なんですけど、昔海を渡って今でも現役でショップの裏で頑張っております。こういうノスタルジア感のあるハワイって YouTube であんまり見ない印象なんですけど、僕は結構好きです。はい、トッピングはスパム、卵、チャーシュー、わかめなどが入ってるスタイルですね。でここでもからし醤油でワンタン食べるみたいな感じのスタイルが催眠の人気の食べ方ですね。前回別なスタイルの催眠も紹介しているので、まだ見てない方そちらもチェックしてみてください。ラーメンのサイドって日本では餃子がポピュラーかなーって思うんですけど、ハワイでは串のバーベキュービーフと一緒にいただくのが催眠の伝統だと思っておりまして、こちらは照り焼き系のソースがよく絡んだ串肉が美味しいんですよね。で麺が特徴のこちらのおすすめはフライド催眠ですね。打ち立てのもちもち麺と牛骨や昆布とか、あとカツオだしとかが効いてる素朴な塩系でして、これもぜひ試してほしいと思っております。シゲスさんのスタイルといえばチーズバーガーもめちゃくちゃ人気でして、催眠をラージにする代わりにバーガーを頼む人が多いんですね。でそれがここのスタイルだと思っております。この時はトマトなどのお野菜が入ったデラックスにしたんですけど、5ドル15だったかな。はい、でパテが卵とかパン粉、玉ねぎが入る日本人的に美味しいパテっていう感じですかね。で催眠と一緒に食べてみてください。実際催眠と一緒に食べるロコがめちゃくちゃ多いんですね。がっつりはしてるんですけど、試してみてほしいかなって感じですね。で同じく美味しいハンバーグを使ったおすすめはハンバーガーステーキで、これは確か8ドル50だったかなと思います。オニオンのコクのあるグレービーと優しいロコライクなマカロニサラダのコンビネーションがハワイらしいですし、蕎麦屋さんのカレーは美味しいみたいな、ちょっと違うか。昔日本や中国からハワイに移り住んだ農園労働者たちが現地で手に入る食材で作ったのが催眠のルーツってされてるんですけど、そんな歴史の背景にハワイのノスタルジアを感じる一品を楽しんでほしいかなって思います。はい、5店舗目ですね。カリヒっていうかリリングハムエリアにあるボブスバーベキューですね。ポスコのちょっと先って言えば伝わりますか。先ほども触れたんですけど、この辺は美味しいローカルグルメが結構多いんですよね。でこちらの営業時間はなんと朝の6時から夜の11時まででして、定休はなしですね。ほんと余計な飾りとかがなくって、出日合検査と言いますか、飾らないロコ感に溢れているところになります。僕は結構お店の外観とかディスプレイとか多めに撮るタイプだと思ってるんですけど、ちょっとね撮るところが少なくて苦労した印象ですね。はい、1978年創業なので44年かな、ロコに愛されるショップとなります。こちらはたまに雑誌とかでも紹介しておりまして、僕が以前やった雑誌を大切にしてくれつつ変わらぬ味を守り続けているのがこちらのマネージャーさんのクレイトンさんです。僕はコーディネートをするんですけど、どこのビジネスがサポートできるとか観光が楽しくなる情報を発信できるこの仕事は楽しいと思っております。こちらは朝メニューも充実してるし、結構メニュー多めのプレートランチ系のショップなんですけど、バーベキューのお肉を食べたいとか、プレートランチをサクッと食べて帰るとか、テイクアウトするみたいなロコや、あとはアメリカ本土の観光の方とかが空港到着後にワイキキに行く前に食べるみたいな感じが多いっていう印象ですかね。44年も変わらない素朴なこちらの名店の一品はバーベキューのリブです。
牛の肋骨のお肉の甘みとジューシーさが際立った骨付きリブでして、ワイルドにいただくのがここのスタイルだと思っております。バーベキューチキンとテリビーフ、そして照り焼きのカルビと、この絵面も破壊力抜群で、これもまた蓋閉まらない系の、バーベキューリブを一度に楽しめる、そしてそこにマカロニサラダがついたスーパーコンボを頼んでおります。$29.75とはなるんですけど、言うて軽く3人前くらいはあると思います。てか今回蓋閉まらないで少し多めな印象ですね。はい、オリジナルのソースはワインやフルーツなどを使ったタイプでして、バーベキュー系ってホノルルでは多いんですけど、ここは完全に独自路線をゲットしたっていう印象ですかね。コンセプトも他にはない独自のハワイと西欧の中間っていうか、オリジナルのスタイルを作りつつ高品質なバーベキューを提案しております。バーベキューって和風な感じとかコリアンとか、あとアメリカンなプレートランチが多いんですけど、このリブはどれにも当てはまらないっていうか、ここだけの感じがすごくあるんですね。で、日本とかでもあんまり出会えないタイプなのでおすすめです。照り焼きのソースもローカルに大人気でして、このソースを買って帰るロコが多いんですね。他にローカルに大人気なのがこちらの火鉢チキンでして、甘辛いソースはご飯が進む感じなんですね。こちらは量がすごいですし、まあ、ミニで1人前っていうイメージなので、よほど食べる人じゃなければここはミニにしておけばいいんじゃないかなっていう印象ですかね。バーベキューでご飯ってアメリカ本土ではあまり見かけないし、結構それがハワイらしさだと思っております。3つ目に食べてほしいのがジャイアントチーズバーガーで、やや大きめなんですけどおすすめですね。お肉が美味しいところなので当然なんですけど、肉のがっつり感が楽しめるバーガーで、$6.60となっておりまして、ハウスで作られたソースとグリルの香ばしさが本当に美味しい。バーガーってソース意外と大事じゃないですか。思えば今回バーガーも多めですね。はい、よかったら食べ比べとかしてみてください。前述の通り EJ スタイルハワイではテイクアウトの場所とか食べる場所の空気感みたいなものにも触れてほしいって思ってて、で今回はクイーンエマの別荘の庭園に来ております。すごく涼しいのと、植物とか木漏れ日が美しいのが気に入ってて、森林浴みたいな感じも楽しめるので、テイクアウトのランチとかめちゃくちゃおすすめなんですね。以前カタログ撮影で動画を上げていますので、もしよかったらチェックしてみてください。先ほどの場所から車でカエルワ方面に15分くらいの場所にありまして、とてもとても心地いいスポットで、こういうところでランチとかも良くないですか。てかなんか潜在撮影みたいだな。はい、6店舗目ですね。インターナショナルマーケットプレイス、コロナ禍で結構ショップ変わってたり、イベント多めだったり、最近結構勢いがある印象ですね。そんな中にあるリリハベーカリーのワイキキ店です。こちらは朝7時から夜11時、定休はなしですね。本店はリリハにあるんですけど、ワイキキでも気軽に楽しめるようになったので、ツーリストの皆さんには嬉しいかもって思います。ここはパン屋さんっていうイメージを持ってる人も多いかもしれないと思っております。僕はずっと前から半分パン屋半分ダイナーみたいなイメージがありまして、今回はレストランの方をご紹介します。創業は1950年なので72年かな、日系人である高桑さんがパンも売ってる衣料品店として始めてるんですね。で1号店はまあ当然なんですけど、リリハにありました、というか今もあるんですけど、はい、アラモーナやニミッツなど今はオアフで5店舗ありますね。ワイキー店は室内もテラスエリアもありまして、綺麗で明るめの店内って感じですかね。パンが有名ではあるんですけど、レストランでも人気があったり、美味しくっておすすめしたいアイテムがあります。僕は本店によく通うのですが、パンコーナーの奥であれ美味しいって僕のお気に入りのリストに入ってしまったこちらの名店の一品はロコモコとなります。ここは$19.50でお高めではあるんですけど、ぜひ試してみてほしいですね。ロコモコって僕今まで島を越えて多分 4,50 店舗くらいは取材とかプライベートとかでも食べてると思うんですけど、ハンバーグ、ご飯、グレイビー、
卵っていうむちゃくちゃシンプルな構成の食べ物なんですけど、それぞれのお店で全く別物でして、ここのグレービーはシンプル優しい味ながらほんのり甘さとコクがあるっていう印象ですかね。グレービーってほんと同じ味ないんだよなって思っております。そしてお肉はアメリカンなつぶし焼き系の肉肉しい食感のタイプでして、網目のグリル感の香りが美味しい印象ですね。今回は健康的に、玄米にしております。はい、最近のリリハベーカリーのデフォルトになったのがこのバターロールでして、食事を頼むと食べれます。バターの香りと塩気の効いたもちもち生地がパン好きな人にとっては何個でも食べれると思っております。で、あと食べてみてもらいたいのがこちらのワッファードって呼ばれるワッフルとカスタードの一品ですね。朝とか焼きたての突面サクサク中ふんわりみたいな感じのワッフルにカスタードが入ってて、でフルーツと生クリームと一緒に食べる一品でして、彩りもいいですし、ハワイな朝ごはんみたいな感じにもいいんじゃないかなって思います。がっつり食べたいなみたいな方におすすめしたいのがニューヨークステーキ&シュリンプですね。40ドルいかないくらいだったかな。こちらもグリル網の焼き目美味しいステーキっていう感じですかね。あとはご紹介遅れて恐縮なんですけど、この写ってるグアバを使ったプランテーションアイスティーがここのおすすめかなと思います。ちなみに同じような絵面にはなりそうな気がするんですけど、皆さんはロコモコ特集とか料理のジャンルで区切ったテーマとか興味あったりしますか？前というか昔はやってなかった印象なんですけど、お酒も飲めるようになっております。ビールで6ドルちょっとぐらいだったかな。やっぱりハワイに来てリラックスしてちょっと一杯みたいな感じで、で風が抜けるこのテラスエリアとかで青い空とかトロピカルな花とか眺めたりしつつリラックスしてほしいですし、選べる感じの時なら昼夜問わずテラス席一択だと思っております。食事の後とかに入り口でパンとか買って帰ってもいいだろうし、その場合は安定の、ココパフとあとグアバシフォンケーキがおすすめですし、僕はここのシフォンが大好きです。はい、皆様最後まで見ていただき本当にありがとうございました。皆様のハワイの旅がもっとエキサイティングジョーニー、イージェな旅となることを祈っております。イージェでした。マハローです。